よし、来たよ来たよ。はい、おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ね、ちょっとどっかで見たことあるスタートでしょう。これね、デプスのメンバーが買うことのできるですね、サイドワインダーのエントリーモデル、ね、このサイドワインダーデプスってね書いてありますけども、前回に引き続き、前回がね、あのベイトのロットのご紹介だったんですけども、実はねスピニングの方も買っておりますということでね、スピニングの方も開封していきたいと思いますよ、ね、前回開けたからね、開け方も知られたので、はい、じゃあね、開けていきたいと思います。今度はね、スピニングモデルですよ。あー、このね、袋2個目、ね、あー、これベイトとスピニング一緒に入れられるんじゃないかな、スペース的に。まあまあまあ、じゃあね、早速スピニングモデル開けていきたいと思いますよ。まずはね、こんな上がるケースがついてきます。このね、カバーだけで結構ね、すごいいい作りだから、お金かかってんじゃないかな。で、竿の方をね、入っていきたいと思います。袋から取り出して、もう添える感じがいいよな。これでね、ちょっと釣り場で実際に使ってる様子なんかもご紹介できればと思いますけども、じゃあ肝心の竿の方を見ていきたいと思います。スピニングモデルは、はい、これがまずね、パッと飛ぶな、サイドワインダーってしっかり書いてある。綺麗なこれ。はい、はいはいはい、こんな感じの2ピースですよ。で、ついにここがね、こうしっかり長めなんで、しっかりね、なんかしっかり釣れる。つなぎもいいしね。はい、こんな感じ。あー、グリップもかっけーな。サイドワインダーしてますね。で、ベイトの時もそうだったんですけど、本当ね、バランスがいいっていうか、軽い、うん、で、まあ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 、マイクロガイドコンセプトとかそういうことではないんですけども、まあどんなね、糸とか使っても使いやすそうなガイドで、なんかオーソドックスな、ちょっと一昔前のね、釣り竿っていった感じでしょうか。でもね、こっからね、ここがね、もうね、サイドワインダーなんだよね。かっけえなーっていうことで、で、これも6フィートで、おーおーおお、16分の1オンス、まあ 1.8 グラムほどから2分の1オンス、14グラムほどまで使えるよっていうことで、非常にですね、まあ、そんな、ライトリグに特化っていうことではないけど、これ1本で、まあ、ちょっとしたプラグから、ワームの釣り、いろいろできちゃうよってことでいいんだと思いますが、まあね、ここも何にしても、グリップ周りがね、これなあ。で、持った感じはね、ほんとね、重くない、軽って感じでもないんだけど、ほんとね、重くないっていう感じなんですよね。で、ここにフックキーパーなんかもついていて、ね、で、調子はまあ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 、七三調子っていう感じですかね。こんな感じの。砂をに曲がるので、本当なんだろう、オーソドックスなスピニングね、こんくらいの2ピースの竿で、持ち運び便利で、どんなところ、まあ、あとはね、ちょっとね、本当海のカサゴ釣りとかね、まあ、そういったところも含めて、もちろんね、ブラックバスの2ピース、出したい状況、ね、そんな、まあ、エントリーモデルと言いつつ、結構ね、頭の中ではこんなところこんなところっていう感じでね、
膨らんでおりますね。こんな感じでこのスペシャルなケースもついてくるよっていうことで、まあね、これが欲しくてメンバーになったっていうところもね、若干あるんで、やっと買えた、やっと届いたっていうことで、じゃあ早速ですね、手元でどんな、細かいところなのかね、こういうところとかね、見ていきたいと思います。はい、じゃあね、サイドワインダーのエントリーモデル、それのスピニングモデルですね。これがどういった部品構成なのか、手元で見ていきたいと思います。はい、まずね、ティップの方はね、こんな感じ。はいはい、こんな感じですよ。まあね、2分の1までしょえるよっていうことで、結構ね、張りのあるね、感じですね。まあまあまあ、何でも使いやすそう。強いて言うなら、スピニング、これだけパワーがあればね、ちょっと大きめの芋っぽいノーシンカーとか、あとは、プラグの釣り全般で、ミノーもね、多分10センチ、11センチぐらいのジャーキングとかまでね、こんぐらい針があれば使いやすいんじゃないかな。ね、ワームの釣りはもちろんやりやすそうですし、まあ、感度のところはどうなのかとかね、いろいろね、気になりますけど、このティップ部こんな感じで、グリップ部ですよね。これ、まずは、上がりますよね。サイドワインダー。ね、ここら辺のこのデザインがね、これはね、握りやすいし、サイドワインダーなんだよなーみたいな感じで、で平織りのね、このね、カーボンが使われていたりとかですね、ベイトと同じくですね、上がるデザインですね。で後ろはグリップエンド圧縮コルクが配置されていて、いやー、これな、ここら辺がね、かっこいいんだよなって、こう握りやすそうなんだよな。でね、実際持った感じもね、ほんと軽快な感じなので、必要使うに十分な感じね、これ持ってね、ちょっとカサゴ釣ってみたりとか、もちろんね、ブラックバスも狙ってみたりとか、ちょっとね、ほんとね、小学生、中学生ぐらいの時にね、これやったらもう速攻で飛びついてたな、なんて、そんなね、かっちょいいデザインでございます。じゃあね、スピニング実際に使ってみたらどんな感じだったのか、こちらも動画に、撮ってきましたので、ぜひご覧ください。おはようございます、釣り子 TV です。これね、前の動画でベイトで釣れたよなんてやったんですけども、ちゃんとね、スピニングも買ってきましたよってことで、ベイトもね、組んでおくんですけども、今日はね、このスピニングね、2ピースのもちろんね、ボート釣りだから従来のいつも使ってるタックルも持ってきたんですけども、今日はね、このスピニングをね、どんな感じかいろいろと使ってみたいなと思いまして、パワーフィネスみたいな感じの展開があったら使えないかな。あと小さめのフラグ打つ時に使えないかなっていうことで、ほんとね、バランスがいいんで、癖のない釣れそうな塩梅ですよ。サイドワインダーのエントリーモデル、これね、使ってみたいと思います。
はい、ボトムアップのね、DJ できましたよ。小ぶりだけど、いい感じのもの、キラキラの DJ フィッシュいただきました。いい、ありがとう。はい、竿はね、サイドワインダーのエントリーモデル初めて使ってみたんですけども、スピニングいい感じね。で、新しく出たリジーにトズラパラパース、ジャーニーがしてあげます。針がピンシャンだからすごいとこかかるね。ありがとう。はい、サイドワインダーのエントリーモデルに E ラインでね、リーダーをつけてあげております。ルアーはリジー。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのメンバーになると買うことのできるサイドワインダーのエントリーモデル、これのね、スピニングモデル、これを開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。